緒に叫べ日光とご唱和いただき、この日光賛美を完成させてくださいとのコメントをいただいております。さあそれでは聖夜の皆さん、ご準備の方はよろしいでしょうか。まだできてないんだったら大丈夫です。はい、さあということで、この後ですね、聖夜さんが登場ということですけども、よさこいソーラン祭り2024セミファイナル優秀賞、そして地方社賞が今年2024年受賞、そしてライオンズよさこい2024もこちら審査員特別賞ゴージャス&ダイナミック賞を7月14日直近に受賞しております。そして、チーム総数は、人数は約60人ということで、今日はたくさんのですね、人数でパフォーマンスを見せていただく予定となっております。それでは聖夜の皆さん、ご準備の方はよろしいでしょうか。大丈夫そうですか。それでは聖夜の皆さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは、聖夜です。聖夜、本日は暑い中、県内外からたくさんのお客さん、チームの方いらしてもらってありがとうございます。さて今作品のテーマですが、栃木県が世界に誇る日光、日光の自然の雄大な美しさ、その地に息づく歴史、そしてそれぞれの美しさが調和する姿を全身全霊で表現いたします。ここでお客様に一つお願いがあります。演舞途中、叫べ日光というフレーズが4回入ります。叫べと私が言った後に日光とご唱和してもらえると、この日光賛美は完成いたします。ここで1回練習したいと思います。踊り子さんいいですか。いきますよ。私が叫べと言ったらと日光と唱和してください。いきますよ、せーの。叫べ日光、叫べ日光、叫べ日光、叫べ日光。ありがとうございます。それではご声援よろしくお願いします。礼、よろしくお願いします。せいやー、いけいけ、せいやー、栃木のあかりやだー。日いずる国を生きる、日光水して結構ということ、はっ、
者のレイ。せいやの皆さんありがとうございました。じゃあちょっとチラシの方ですね配るということですので、あ、はい、ただいま演舞させていただきましたせいやですが、毎週水曜日鹿沼東小、毎週金曜日には白山中央小学校で練習しておりますので、もしよろしければぜひ一度練習の方に足を運んでいただければと思います。でチラシぜひ受け取ってください。ありがとうございます。